言われてますけども、今から200年余り前に建てられた湯本家、こちらでは家の中を見学することもできます。お邪魔いたします。天下御免の頃から、ありがとうございます。湯本家にはある歴史上の人物の特別な逸話が残されています。江戸末期の医者で蘭学者でもあった高野長英、幕政批判の角で捕らえられた彼が脱獄した折かくまわれていたのがこの湯本家だといいます。2階の一室が隠れ家となっていた長英の間、こちらは高野長英がシーボルトから長崎でドクトルの称号を受けた時の卒業証書みたいなもんですね。あ、これは長英の直筆だと言われているんですが、随行というのが長英の画像です。ここに長英が隠れてたわけですね。本当いい環境にいたわけだ。